今から遡ること110年以上前、九州工業大学の歴史は始まった。1909年、九州工業大学の前身となる明治専門学校を開校。そして、アインシュタインが物理学賞を受賞した1921年、旧工大は官立大学として新たなスタートを切りました。月日は流れ、1949年、現在の九州工業大学へと名称を変更。それから24年後、藤田哲也博士が藤田スケール、通称 F スケールを発表。航空機に影響を与える気象現象ダウンバーストや竜巻などの研究における世界的権威として知られ、ミスタートルネードとも称されました。2009年には九州工業大学は創立100年を迎えました。2013年マレーシアに海外拠点を設置、その後タイや中国にも拠点を増やし、グローバル化を推進しています。2018年、学部学科の編成を行い、現在の学部編成となる。この時、日本初の宇宙に特化した学科である宇宙システム工学科が設置されました。同じく2018年、大学学術機関における小型・超小型衛星の運用数で世界1位を獲得。2022年現在まで4年連続世界1位の座を保持しています。九州工業大学工学部は、福岡県北九州市戸畑区に位置しています。また、広大な敷地面積の戸畑キャンパスの中で、多種多様な人々が未来を作り続けています。未来を志向するものづくりと人づくり。九州工業大学。